カウト系の内市ゴブダゲアイドヌーは、ノルウェーのトロムスオフィンマルク県にあるコミューネである。行政の中心地は、ゴブダゲアイドヌー、カウト系の村。1851年に、キストランから分かれた。カラショークと並ぶラップランド北部の文化の中心地。機関産業は、トナカイの牧畜業、演劇、映画産業並びに、高教育システムである。 人口2000人から3000人のコブダゲアイドヌー、カウト系の村、人口400人のマーゼ村のほか、域内には14の村々がある。人口は、毎年約80人ずつ増加しており、国全体の傾向とは裏腹に住民の2人に1人は30歳以下の若者で構成される。66歳以上の高齢者の割合も、国内平均の半分しかない。一方で、 失業率は高く2006年から2007年にかけては10%を記録した。1852年にはノルウェー当局に対するサーミ人の反乱の舞台となった。これはノルウェー政府の搾取に対するサーミ人の暴力を伴った反発の一例でサーミ側とノルウェー側の双方に死者が出た。コブダ・ゲアイドヌーのゴーブダは中間、ゲアイドヌーは道の井で、 合わせて、道の中間地点という意味である。古来から2カ所の入植地の中間地点にあることから、名付けられた。地理的にもラップランド北部の中心地である。カウト系のはこのサーミナに由来するフィンランド名で、ノルウェー名でもある。コミューネとしての正式名称は、1987年にカウト系のから、全国で初めてサーミナを取り入れた、コブナゲアイドルカウト系のに解消された。 その後、2005年に再び改められ、ゴブダゲアイドヌーとカウト系ののどちらでも良いことになった。紋章は1987年9月4日に認可された。青地に黄色でラブが描かれている。移動を繰り返すと中以外にラブは今でも使われているため、このコミューネのシンボルに採用された。アルタイコールカウト系の川のピケホセンタキ県の南部に位置し、 北であるたと、東で、カラショークと、西で、ドロムセ県ノルドレーサ及び、クバランゲンと、南で、フィンランドのエノンテキオと、それぞれ接する。総面積は、国内のコミューネで最も広い9704平方キロ。このうち640平方キロを、大小およそ1万の故障が占める。フィンマルク高原の中心地。域内の男女比は、 男性100人に対し女性86人。人口の過半数が30歳以下の若年層である。ゴブダゲアイドヌーイコールカウト系の川が、フィンランド国境の湖から、ゴブダゲアイドヌーとマーゼの各村を流れる。その先で、アルタに入り、アルタ川に名を変える。まとめて、カウト系のアルタバスドラゲットとして知られ、70年代後期から80年代前期に、 かけては選挙区を構成した。故障には、クバ南原との境に位置する、シュウイッカとこのほかゴレヒススオロコ、バヤシコ、バイトスピエルガコ、ビッケコなどが挙げられる。最寄りの空港は、アルタ空港か、エノンテキオ空港。フィンマルク県とスカンディナビア半島南部を最短かつ、最速で結ぶ93号線が通る。北極圏の高地に位置する。 夏の5週間は太陽が沈まず、冬の6週間に太陽が昇ることもない。平均降水量は年間360ミリ。国内でも最も少ない地域で気温と植生の点と合わせ、サハラ砂漠と比べる向きもあるほどである。夏の日中、気温は摂取10度から摂取25度で推移。このほどほどの気温と1万もの故障は人間にとって良い環境である同時に。 かの楽園でもある。トナカイ海は、夏の間、トナカイと共に海沿いに移動する。1920年6月23日には、域内のシフキャブリで、ノルウェー北部の観測史上最高気温である摂氏34.3度を、記録した。冬は10月上旬から5月上旬まで続き、分けても12月から2月が厳しい。厳冬期には低摂氏45度に落ち込むこともある。 過去30年間の年間平均気温は低く、摂氏2.7度。カウト系のが低く、摂氏12度の時、海沿いでは、摂氏0度ほどになる。乾燥は、寒さと、相まって、オーロラ観光に、最高のロケーションを創出している。県南部、フィンランドと国境をなすカウト系のでは数千の、湖とアルタ川が湿地種に、格好の住みかを提供している。大白鳥は見られるが、 鶴主義は見られない。ナラナス慶岩行政の中心である、ゴブダゲアイドヌー村のほか、域内には15村がある。カウト系のには、サーミ人のインスティテューションがいくつかある。サーミ人は、先住民族問題での協力やトナカイの牧畜などで、国際的にも活動している。域内には次のような施設もある。アーシュというサーミ語新聞が読まれている。 ラップランド北部の文化の中心地とされるカウト系の、では、サーミの伝統行事でも有名なものが行われる。その最たるものがサーミイースターフェスティバルで、サーミ人は、結婚式や献身を取り行いこの日を祝う。今日、サーミ文化といえば、よいくのコンサート、サーミ劇場のショー、トナカイレース、スナー毎年復活祭の時期に開かれる、サーミ映画祭の会場は、 雪で作られた特設野外シアターである。8月にはホワイトフィッシュフェスティバルとオータムフェスティバルが開かれる。校舎はコンサートが中心だが凍っていない川でのスノーモービルレースもある。水を切るように全速力で川を塗装しなければ、スノーモービルはたちまち沈んでしまう。ありがとうございます。